はい。皆さん、おはこんばんにちは。そして、いらっしゃっす。やさとくゆきです。それでは、アナザーコードリコレクションをやっていくよ。ちなみに、アナザーコードは、俺、まあ、両方やってます。オリジナルの方はね。行くよ。行くよ。でもさ、オリジナルの方は、このボイスがついてねえんだわよ。オートメッセージ、どうなんだろうね。ヒント。これ結構難かったような気がするんだよね。謎解きがクソむずくて。どうなんやろうね。行くよ。ちょっとマックスにします。ちょっとちっちゃいかもな。カメラはちょっとわからんね、今のところは。じゃあ始めまーす。じゃあ始めまーすって。48年。トーマス、なぜだ？父さん？ここもフルボイスか。なあ、撃たれちまったぜ。機関車トーマス。アシュレイ、早く隠れて。こんなことして何になるの？ママ。で、おかんもしも。この道を進めばあのお屋敷に行けるはず。危ない。 いきなりなんだな。ギリギリ。どうしよう、戻れなくなっちゃった。ギリギリセーフ。ナビゲーションをオン。なるほどな。押し込みでも切り替えられる。じゃあまあこれでいいだろう。まあじゃあこれも、これでいいだろう。歩く。うわぁ、カメラ。カメラ移動、おっそ。マックスにしとくか。お、いいやん。ちょうどいいやん。60ぐらいにしとくか。あーまあまあってとこかね。走るとかないんか、これ。どうしよう。あ、まだ走れるわ。ZR で。走れますな。ん？目線が気になるんだけど。これか。落石注意。先に言え。だよ。ん？ん？川やな。
どこから流れているんやろう。あそこや。向こうか。な、TPS してんじゃないかったからな。あれは？あ、ああ。もしかして、あっちがお屋敷の方？お屋敷、あれ？な、ジャンプすればいいだろうが。マリオみたいにジャンプ。どうやって渡ろうかな。何かあるんじゃないか。お、これあるやね。板をゲット。ホープスパーティーか。ホープスパーティーなのか。なんかでもさ、他に隠し要素あるかもしれん。わからんけど。あ、戻っても何もないよ。そりゃそうやろうな。アイテム。長いだからどこにしまってんだよ。背負ってんのか。うわー、びょん。ここかな？うん。これで渡るぞ。これで渡るぞ。端っこかい。真顔で渡ってます。これはこれはエドワード家以外の者立ち入るべからず。エドワード、船長が言ってた名前。船長ケツ。え？ケツ触られた D に。D な。アシュレイ、アシュレイ、おやじ、パパ、おい、あ、スネーク、そろそろ起きな。見えてきたぞ。おっと。あの島がブラッド・エドワードと。そうだよ、嬢ちゃん。あれがあんたらがお探しの島だ。昔は人の出入りも多くて栄えてたもんだが、今じゃ誰も寄りつかない寂れた無人島だ。それにしてもあんな島に一体何の用があんのか。あんたたちも物好きなこった。あんたたち。13歳最後の朝、気分は最悪だった。ジェシカと二人で小さな船に乗った時だって、波は静かだったけど、私の心は大揺れで、びっくりしたり、嬉しかったり、
ムカついたり、わけわかんなかったり。そう、それは初めての気分で。当たり前だ。だって、パパが、死んだはずのパパが、生きていたなんて。あれ、船編になったわ。つははうわ、ちっちゃ。こんなちっちゃかったの？知らんかったわ。DS だからさ。ペンでピンピンって進んでいく感じだったからね。ジェシカ。ジェシカ。アシュレイ、目が覚めた？少し海風に当たってみたら気持ちいいわよ。まあ、当たっとるわよ。どうしたの？船酔いしちゃった？大丈夫、全然元気。ゲロ吐きて。本当？ああ、ねえ、もしかしてまたあの夢を見たの？うん。あの夢。どうしていつも同じ夢を見て同じところで目が覚めるんだろう。それにパパの顔をどうしても思い出せない。小さな時の記憶なんて無理して思い出さなくてもいいの。それにパパにはもうすぐ会えるんだから。何？気にしないで。会える？ジェシカ、本当か？どうだったかな。私のたった一人の家族。親父生きてたんだっけ？高校で科学の先生をしながら幼い私を引き取り育ててくれた。優しいジェシカ、いつだって味方になって私のことを考えてくれる。でもジェシカ、パパが生きていたことどうして黙っていたの？どうして今まで私に嘘ついてたの？それは、それはムショ入ってたから。約束していたの。約束？ムショ入ってたから。11年前のことよ。あなたのパパのリチャードが3つになったばかりのあなたを抱き、突然やってきて思い詰めた顔でこう言ったの。この子を頼む、いつか必ず迎えに来るからって。そして連絡するその日まで自分は死んだことにしておいてくれと。うん、じゃあ生きてんだね。どうしてパパはそんなこと？忘れちゃった。理由は話してくれなかった。ママが死んで私のことが邪魔になったんじゃない？違う、絶対に違う。アシレ、パパを信じてあげて。リチャードは立派な人よ。絶対に理由もなくあなたを置いて出ていく人じゃない。あの日もあなたを見る彼の目はとても優しかったわ。だから私はリチャードを信じて何も聞かずにあなたを預かった。ごめんなさい、アシレ。パパのこと今まで黙っていて。パピー。14回目の誕生日が近づいてきたある日、私に届いた差出人不明の小包。その中に入っていたのは3つの時に死んだはずのパパからの手紙と、何に使うのかわからないまるでゲーム機みたいな機械。そして今その手紙を見て私はジェシカと向かっている。ゲーム機って？パパが待つというブラッド・エドワード島へ。スイッチは？ねえジェシカ、
パパってどんな人だったの？そうね、リチャードはとても優秀な科学者だったわ。科学者だったの？あなたに送ってきたその機械もきっとリチャードが作ったもの。これをパパが？あ、すごいな。反射しとる。こんなの作れちゃうんだ。パパはどんな研究をしてたの？記憶の研究よ。記憶の研究？ええ、リチャードは脳科学の分野で世界屈指の研究所に所属していたの。そこには世界中から優秀な科学者が集まっていて、そこでリチャードは日本から来た女性科学者と出会い、彼女を愛し、そして結婚した。その人って？そう、その人の名前はサヨコ。あなたのママよ。マーミー、日本人やジェシカ、ママのことなんだけど。サヨコは強い意志を持った聡明な科学者だったわ。とても美しい黒い瞳をしていて。アシュレイ、あなたのその瞳はママからの贈り物ね。違うよ、私が聞きたいのはそんなことじゃない。アシュレイ、ジェシカ、お願いだから本当のことを話して。もう何を聞いても私驚かないから。ナミさん、ナミさんです。怒らないから。声優ジェシカ、ママのことが知りたい。パパと一緒にママも死んだってずっと思ってたけど、パパが生きてたってことは本当はママも生きてるんでしょ。ママもパパと一緒にあの島にいるんでしょ。教えてジェシカ。アシュレイ、そのことはリチャードに聞いて。パパに会えば全てわかるわ。ジェシカ、これっきゃないわね。パパが送ってきたこの機械、 DAS って書いてある。ダス？どういう意味かしら。ダス？これカメラのアイコンかな。 DS みたいなもんやDS じゃないんだ。キャメラ。ああカモメ撮ってどうすんねん。あ、撮れた。今撮ったのを見るのは、ちゃんと撮れてる。ねえジェシカ、今度は私を撮ってみて。残念だけどダメみたいね。この機械はあなたにしか使えない。どうして？この機械が届いた時一通り調べてみたの。これにはバイオメトリクスであなたの遺伝情報が登録されている。バイオメトリクス、すげえ。生体認証だ。バイオメトリクス？バイオメトリクスっていうのは人間の肉体的な特徴を読み取って登録されているデータと照合し鍵として使うシステムのことよ。ダスにはそれが組み込まれていて、あなた以外の人が操作しようとしても動かないの。はあ、これ私にしか使えないんだ。パクられても大丈夫なようにしたのかな。 おしゃべりも結構だが、そろそろ着くぜ。そうか、シャドウもせずに着くか。ワンダースワンみてえな配置だ。
潜入。あ、カロリーメイト。さ、ジャンプすなよ。お、タルじゃん。違うゲームやる。タル。なんもないか。ガラクタ。崩れた木箱や劣化した縄などが乱雑に放置しとやがる。おうとか。おうとにするとゆっくり読めないのよね。これは今にも崩れそうな古びた木箱が乱雑に積み上げられている。カモメちゃん、海風にさらされ腐食した木箱が無残に崩れ転がっている。転がっている。船長。ん？どうしたって。船長は後ろ乾いてるそれ。ジェシカ。ナミスさん。どこにいるのかしら。レッツゴー。ん？誰もいない。どうした、誰か迎えに来るんじゃなかったのか。変ね、何かあったのかしら。リチャードはここで私たちを待っているはずなんだけど。私行かない。アシュレイ、どうしてパパはいないの。おかしいよ、この島まで来いって言ったのはパパなのに、迎えに来ないなんてひどい。本当は私に会いたくないんだ。なあお客さん、二人がこれから次の客を迎えに行かなきゃならねえ。時間が来たら一遍港に戻らせてもらうが、いいかい。ええ、大丈夫です。じゃあ迎えは約束通りに夕方には戻ってくるからよ。はい、よろしくお願いします。よろしくちゅーん。アシュレイ、あなたはここにいて、私がリチャードを探してくるから。ジェシカ、近くにいなければすぐに戻ってくるわ。全然戻ってこねえ。おっかさん、困った顔してたぞ。そうだな。ジェシカはママじゃないよ。おっかさんじゃないぜ。じゃあお姉ちゃんか。まあおばさんや。違うよ、ジェシカはパパの妹で、今日まで私を育ててくれて。パパはジェシカに私を預けてどこかへ行っちゃって、私はパパが死んだって思ってて、それで急に手紙が来て。ちょっと待て。何？え？どうやらジョーちゃんが大変な身の上らしいのは分かったが、悪いがよそ様の事情に首を突っ込む太刀じゃなくてな。それよかジョーちゃん、いいのか、あの人と一緒に行かなくて。別に。じゃあ、あの人が戻ってくるまで少し話でもして待つとするか。いいけど、話って言われてもな。例えばこの島のこととかな。じゃあ船長のこととかも。チャレン。ああ、いいとも。俺が話せることならな。またフォックスハウンドなんじゃないの。
サンチャは闇闇の実の能力者ですか。ねえ、船長はいつから船長なの？ゼハハハ。生まれるずっと前からだ。すごいね。そんなに前から船長なんだ。ねえ、どうして船長になろうって思ったの？名前は小さい頃からの夢だったとか。さあな。他になりたかったものある？あったかもしれんが、昔のことだ。忘れちまった。ねえ、大人になると昔のことはみんな忘れちゃうの？心配するな、嬢ちゃん。忘れたいことだから忘れるんだ。忘れたくないこともある？あるさ。忘れたくない大切な思い出は心が覚えてるからな。心が覚えてる。うん。大切な思い出ってやつは忘れたと思っても必ず心がまた思い出させてくれる。ソウル大会？この島のことは？この島、無人島なんだよね。今はな。今は？ってことは、昔は誰か住んでたの？大金持ちの一家が住んでたらしい。だが、そこの主人が病に倒れてから、良くないことばかり続いて。良くないことって何？家族が次々と死んでいったそうだ。どうして死んだの？さあな。何か事件でもあったのかな。ジョーちゃん、気になるかもしれんが、そういうことにはあんまり首を突っ込むな。探偵の真似事なんかしても死んだ人は浮かばれない。とにかくそういうことが続いて、残された家族も島を出て行き、島に住む者は誰もいなくなったそうだ。そして心ない連中がこの島を、血塗られたエドワード家の島、ブラッド・エドワード島と呼ぶようになったというわけさ。ねえ、この島にはよく来るの？いや、こんな島に来たがる物好きはめったにおらんが、最近背の高い金髪の男に頼まれて船を出したことがある。あ、背の高い男の人？ねえ、それはいつのこと？その人なんて名前だったの？気になるのか？だってその人もしかしたらパパかもしれないし。悪いな、ジョーちゃん、ちょっと喋りすぎちまった。客の秘密はこれ以上話せない。話はここまでだ。なんでやねん。ん？あれはお前のおばさんじゃないのかい？え？誰かおるな。アリア。うん？行った方がいいんじゃないか？うん。行ってくるね。どれだけ待ってくれるのかな？じゃあ使いまへん。調べるか。なんやろね、これ。ここが生体認証になってるのかな。
自撮りもできるじゃないか。これズームはできない。自分が動いちゃう。実は なんで鍵しなかったんねん。椅子だ。なんで椅子置いてあんだ。謎すぎんだろ。そうでしょ。鍵が閉まってる。どうやって入ったんだよ。開かない。壊す。ああ、行っちまうってかよ。タイミング悪い。船長、行っちゃった。行っちゃったんだ。なんで行っちゃうのかね。はあ、困ったな。あ、ボロい椅子。ボロい。じっとしててもダメだ。早くジェシカを追いかけなくちゃ。うん、今の何の音？鍵だ。あんなところに鍵が。どうやって鍵手に。なるほどな。え？うわぁ。うぜぇ。あ、迷路になってる。違う、船長はいいね。むずいぜ。どうなっとるやん。いや、全然動かなくね。ちょっちゃっちゃ、落ちた。やった、取れた。これはプロコンでやってるからな。それにしてもこの鍵どこのだろう。そこのだろう、どう考えても。もしかしてパーピーが。ガチャ開いた。それ開くでしょうね。ジェシカ、この先にいるんだよね。
どうやって入ったんだよマジ。ジェシカ、うん、足跡ないね。ラッタッタッラッタッタッ、なんだこれ、撃ったら爆発する。トロツコ、うん、あいや普通の石やろ。中には入れないか。古い建物がいっぱいある。昔は人がたくさんいたんだ。わーに、うわ、これ何なんですかね。 LG だかよくわからんな。危険だ。あ、矢印出ちゃってる。ああ、まあ館か。あれは。悪魔城来たよ。悪魔城。今中入れないんじゃない。ダッシュ。なんだ今の悲鳴。今のは何。ジェシカ、なんで鍵かかってんねん。他は？この道を進めばあのお屋敷に行けるはず。んで土砂崩ったわ。ってことやな。
大術。よし、行けた。ケツ触られたーつって。あ。よし、けー。墓や。もしかしてここって…ふっ…赤ですね…ああ、そういうことなのか…うん、なるほど…ああ、でも優しいんじゃないの？どうやって開けん？なるほど。全然わかりませんね。さすがにこれまでは覚えてないな。ご先祖様って感じ？あれ？ウィリアム・ウェルズ。あれもいけねえ。関係ねえ墓。あの墓調べられねえな。なんでやねん。ん？うん、子供の墓か。これは？なんやねん、これ。ん？世話してんの、これ。してないんじゃない？あそこだけ、やっぱり行けないようになってんだ。あれは誰の墓なのかな？よっぽどフリーな。用具、取れねえ。あれも、取れないのか。あれ合ってるんだよ。近くて。あかねえよ、それ。これ四つ葉だろ？これどうだ？よし。はい、オッケー。やった！開いた！簡単ですな。ん？引っかかってんな、おい。あ！岩が邪魔や。石が引っかかってる。どかせやよ。これどかさないとダメか。スカープ。
あ、ここ開いた。読めません。なんだろう。よいしょ。開かねえのかい。おしまい。んで、ここにヒントがあったんか。ガチャン。あ、あるやん。どういうこと？あ、ガチャーン。仕上げられんのかよ。D。あ、D？ なんだろう。これもお墓かな。でも他のお墓と随分雰囲気が違う。さて。誰かいるの？君は誰？どこにいるの？僕の声聞こえるの？聞こえてるよ。隠れてないで出てきなさいよ。隠れてなんかないよ。ねえ、はい、ねえ、はい、はい、君は誰？お化けが。アーシュレイ。アーシュレイ？違います。アシュレイ、私はアシュレイ水木ロビンズ。アシュレイって言うんだ。お願い助けて。私何もしてない。まだ死にたくない。怖がらないでアシュレイ。僕は何もしない。目を開けて僕を見て。これって私の目の前にいるのってゴースト？アシュレイ、僕が見えるの？見えてる。本当に？ゴースト。見えてるってば。見えてる。ねえ。ゴーストが笑ってる。怖いよ。どうして笑うんだよ。だって嬉しいから。だって僕待ってたんだ。ずっと待ってたんだ。アシュレイ、君みたいな人がここにやってくるのを。
決めめたいって霊感あるやつってかい？私みたいな人ってどういうこと？僕のことが見える人を僕はずっと待っていたんだ。見えるよ、見えちゃってるよ。だから困ってる。だってあなたは。そうだよ、僕はゴースト、人間じゃない。やっぱりそうなんだ。キャスパー君、怖がらないで、アシュレイ。 D、 僕は D。 D、 ゴーストにも名前があるんだ。 D の名を持つ者。信じらんない。私ゴーストと話してる。きっとあの石を起こしたからだ。それで眠ってたゴーストを目覚めさせちゃったんだ。どうしよう。違うよ。ん？あれは僕の墓じゃない。あの石の下に僕の体は埋まっていない。ん？で、僕はずっとここにいた。でも誰も僕に気づかなかった。一人ぼっちで長い間ずっと。はあ、すり抜けた。一人ぼっちずっと。どこで死んだんだよ。ここにも来た人はいたけど。ああ、でもその人たちみんな僕のことが見えなかった。どうして？僕にはわからない。普通は見えんだろうな。でもようやく会えたんだ、僕のことが見える人に。だから君ならきっと、きっと僕の記憶を蘇らせることができる。記憶どういうこと？記憶を蘇らせることができる、どういうこと？アシュレイ、僕には記憶がない。生きてた時のことを何一つ覚えていないんだ。自分が誰だったのか、なぜ死んでしまったのか、何もわからない。だからきっと天国に行けなくて、この世をずっとさまよい続けてる。ずっとってどれくらい？今年で57年。数えるの間違ってなければ。57年？おじいちゃんやねん。そんなに驚く？だって57年だなんて、おばあちゃんになれる時間だよ。そうだね。大変なんだ。そうだね。そんな長い間一人ぼっちで。うん、だから僕はなくしてしまった自分の記憶を蘇らせたい。思い出せないことを思い出したい。思い出したいって気持ち私もわかる。ねえ D、本当に何も覚えてないの？ちょっとだけでも思い出せそうなことない？あるよ、少しだけなら覚えていること。それ言え。どれくらい？何を覚えているの？誰かが僕のことを D と呼んでいたこと、そして僕のこの胸の模様のこと。ああ。この模様？これは僕が最後に見たもの。きっと僕が死ぬ瞬間に僕の目に焼き付いたものだ。死ぬ瞬間。これが何か分かれば僕がなぜ死んだのか、きっとその訳も分かると思う。アシュレイ、僕はそれが知りたいんだ。僕と一緒にこの島の過去を探って、僕の記憶を蘇らせて。え？でもそんなこと急に言われても。それに私そんな大変なことできないかも。できるよ。だって君には僕が見えるし、僕の声も聞こえる。僕は待っていたんだ、
57年間君のような人が来てくれるのを。アシュレイ、お願いだ。僕の記憶を蘇らせて。D、 どうしよう。 D のこととても心に引っかかるけど、でもそれよりも私、チェシカを探さなきゃ。船長は日が暮れる前に戻ってくるって言ってたし、それに私やっぱりパパにも会いたい。 D、 私ね、パパに会うためにこの島にやってきたんだ。でもパパは死んだんだってジェシカずっと言ってたから。パパが死んだ。思い出したが。だからジェシカに怒ってて、一人になってはぐれちゃって。私素直じゃなかった。本当はパパに会いたいくせに。パパ、うん、私パパに会わなきゃいけないんだ。だからごめんね。 D の記憶を蘇らせる手伝い私にはできない。あ、パパ。D、 どうしたの？父さん。おやじ。これが父さんの育った家だよ。実家なんだ。でけえ。でけえ実家。リボルバー。撃たれた。トーマスに撃たれた。D、どうしたの？裏返っちゃう。裏返る。あ、成仏した。D？ あれ？ D。D。お前サポート役じゃなかったっけ？ D、怒ったのかな。でも、仕方ないよ。私、ジェシカを見つけなきゃいけないんだ。さあ、行こう。手に成仏すんな。やった。これでお屋敷の玄関に行ける。え？どうやって？階段か。うわあ、もうでも夕方やね。昼ぐらいか。おい、本当に進むだけなのか、なんか落ちてないのか。ああ。今、何か光った？ジェシカのガネメ。ガネメ。こっちとか行ってみたりして。何もないね。ジェシカのガネメを拾って。これは？ナミスさん？ジェシカのメガネ！じゃあ、やっぱりこの中にジェシカが。なんだこれ。またよくわからん仕掛けが。開かない。どうしよう。どうしようもねえな。もしかして、これってドアノッカー？アシュレイ。で、リー、うん、ここにいたんだ。びっくりしたよ。急にいなくなるんだもん。怒らせちゃったかもって思った。怒ってないよ。なんで？だって私が D のこと手伝えないって言ったから。違う、違うよ。
君の話を聞いて思い出したことがあって、だからここに来たんだ。思い出したことって親父？思い出したことって？父さんのことだ。僕にも父さんがいたってこと思い出したんだ。それはいるんじゃないか。ずっと思い出せなかったのに、一人じゃ思い出せなかったのに。でもアシュレイ、君がパパに会いたいって言ったから、それを聞いて僕は思い出した。僕は父さんと一緒にこの屋敷に来たんだってこと。実家だってわけよ。それって D も私みたいにこの島を訪ねてきたってこと？ D、 お父さんとどこからこの島に来たの？わからない。でもこの屋敷に来た時のこと少し思い出してきた。だからこの屋敷の中を見ればもっと何か思い出せるかも。アシュレイ、この扉を開けて。ダメだよ、さっき試したら鍵がかかってた。私だってこの扉を開けてジェシカを探したいのに。ねえ、ジェシカって誰？さっきも言ってたよね。私を育ててくれた人、パパの妹。もしかしたらこの扉の向こうでパパの妹？ねえ、ゴーストでしょ。通り抜けたりできないの？ダメなんだ。僕はドアノッカーにも触れられない。あ、しゃあ、これが父さんの育った家だよ。なあ、このドアノッカーには秘密があるんだ。なんで？思い出した、この扉の前で父さんが言ったこと。え？そうだ、父さんが言ったんだ、このドアノッカーには秘密があるって。アシュレイ、お願い、君なら秘密を解いてこのドアを開けられるかも。私が？ハチキが？ディねえディ、さっきは思い出さなかったけど今思い出したこととかない？そうだ。なんだ？こっちにおいで。ああ、中に入ろう。なるほどね。何それ、何の音それ？ドアノッカーの秘密か。キャンキャンパーしろってこと？何これ、どういうこと？トン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 パカーみたいな。で、他には？ねえ、ディ、もう少し、こっちにおいで。その遊びで秘密がわかるんだよ。その遊びで遊びで秘密がわかる？そう、僕、そこのタイルで遊んでたんだ。そうなんだね。ねえ、他には？ごめん、これ以上は思い出せないや。そうか、ここで遊ぶかじゃ。そういう選択肢はねえのよ。でも多分順番があるのかな。多分1212。
どうだそういうことか。まあ余裕やったな。うわ。うわ。開いた。ドン引き。どうだ。ありがとう。ありがとうぜ。すり抜けられねえんだな。この中にジェシカが、そしてパパも。ディー、どうしたの？ずっとこの時を待ち望んでいたのに、いざ入るってなって緊張してるだけ。あ、何？ゴーストなのに怖いんだ。うん、そうだね。おかしいや。私もDのこと全然怖くないよ。ねえ、D、一緒に行かない？D の記憶蘇らせるお手伝い、私するよ。だから D もジェシカを探すのを手伝ってよ。うん、いいよ。じゃあ行こう、一緒に。二人で行けば怖くない。うん。ゴーストと友達になるなんて、そんなすごいことはあるんだ。友達？だよね。うん、そうだ、友達だよ。たち。よかった。行こう、リー。友達か。まあ第二章か。このわけわかんねえ。こんにちは。この屋敷はわけわかんねえんだよ。誰かいませんか？シャンデリアや。いるわけねえだろって。ジェスカ、いるの？ジェスカ、出てきて。誰もいないのかな。ううん、ジェシカはこのお屋敷の中にいるはず。それにきっとパパも。あれ、リー、おらぬ。ツボ。あれ、管理者いんのかな。かんねえ。スペードの鍵が必要なんだろう。バイオか。ダメだ、ジェシカ。ダメか。で、どこに行った？で、大きな肖像画。この絵がどうかしたの、リー。よく来てくれた。親父。
もこれ誰なんだろう。あ、名前書いてある。エドワード家当主ローレンス・エドワード。じゃあこの人がこの島のこのお屋敷の主。アシュレイ、この人は僕のひいおじい様だ。じゃあ D はこのお屋敷のエドワード家の人ってこと？ D ってここに住んでいたの？違うよアシュレイ、僕は父さんと一緒に病気のひいおじい様に会うためにここにやってきたんだ。そしてピアノの音。え？そうだ、この屋敷に着いたあの時とっても優しいピアノの音が聞こえてきたんだ。ピアノ。ピアノの音？ねえアシュレイ、ピアノを探してみようよ。僕ついていくから。取り付くってこと？わかった。取り憑かれちまう。どこだ？え？あれ？ダメか。そこしかねえよ。お、なんだこりゃ。ピアノあったぜ。ピアノだ。て、折り紙。調べられねえ。吸い殻、鍵がある。もしかしてライツ。パパ、あ、どこかで使えるかも。あ、こんなところに鍵が。どこかで使えるかも。いい、いいだな。セーブ。どうだ、D。さっき D が話してたピアノって、これ？D？こんにちは。あなたはパパの言ってたお客さんね。おなごや。フラニー。フラニー。え？アシュレイ、思い出した。あの時ピアノを弾いてたのはフラニーだ。フラニーって誰よ。フラニーって、ここに住んでた女の子。住んでた D の親戚とか？わからない。そうだ、フラニーだよ。僕のことを D って呼んだのは。なんで？僕この屋敷でフラニーと友達になったんだ。そっか、よかったね、思い出せて。友達のことを忘れたままなんて悲しいもん。うん。不面台ね。ん？特には。
何もねえな。んで、それだけか、アーディ。しゃあ、折り紙、折り鶴だ。あ、QR コードや。折り鶴？うん、これ、紙でできてるんだ。ママ、よく赤ちゃんの頃の私に折ってくれたんだって。よく覚えてないけど、ジェシカが言ってた。でもこれ、誰が折ったんだろう。ダスが反応してる。ダスが反応してる、ダス。QR コードやね。こんなんでわかるの？広げなくてもいいのか。なんだ？ん？な、これがやり込み要素的なものか。ああ、親父がおったんだ。なるほどな。暖炉。これは？フラニー。フラニーか。ダメか。どうしたの？この部屋にもいないってなると、ジェシカ、どこにいるんだろう。どこじゃ。あ、開いた。片っ端から使ったりました。2階の上かよ。いいって書いとけ。広っ。あ、ここは廊下か。あっちにも部屋が続いてるみたい。ジェシカ、どこにいるんだろう。一部屋ずつ探していくしかないかな。やるやるだぜ。ダメだ。ごめん。ごめん。部屋。ん？アシュレイ、ここがフラニーの部屋だよ。フラニーの部屋、ここが。アシュレイ、このドアを開けて。僕、もっと何か思い出しそうだ。わかった。鍵はかかってるか。ダメか。リー？
ダメだばっかや。ああ。ああ、いたわ。絵がたくさんある。でもジェシカはいないか。あ、あれ、リー、また何か思い出したのかな。何思い出したんだ、ブラニー。どうしたの、リー。パパが描いた絵、見たい？じゃあ、見せてあげる。ディーにだけ、特別よ。フラニーだ。え？アシュレイ、フラニーだよ。ヘンリーおじさんが描いたフラニーだよ。ヘンリーおじさん？そうだよ、ヘンリーおじさん。それがフラニーのパパの名前。フラニーのパパがヘンリーで、この子がフラニー。なんかボロボロになっててよくわかんない。フラニーは僕の手を引っ張ってこの部屋に連れてきたんだ。そしてこの絵を見せて言ったんだ、パパは絵がとっても上手なのって。後でパパに頼んで僕の絵も描いてもらおうって。それから僕たちは庭に出て子犬と一緒に遊んで。ほう、フラニーとの思い出を楽しそうに話してるディーを見て、なんだか不思議な気持ちになった。ディーはこのボロボロのスケッチのフラニーと一緒にいたんだ。そんな昔の男の子と私今一緒にいるんだ。知ってかい。57のおじいちゃんやろ。そんなもんか。じゃ、ここ、次回にしよっかな。はい。というわけで、まあ、今回この辺にしときましょう。それでは、またこれでおしょうりやす。バイバイ。